はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回は、新議連の野望、ララー復活、続きをプレイしていきたいと思います。逆襲のシャアのシナリオで、シャアを主人公にプレイをしているんですけども、現在ですね、サイド4に、連邦軍の弾圧部隊が向かっているという情報が入っていますので、これをね、救援していきたいというふうに思います。弾圧はさせないと。ということで、しっかり部隊を送っていきます。で、このサイド4に送る部隊なんですが、シャアを送っています。で、周辺のサイド2、サイド5、サイド3、この辺りにもね、敵が進行してくる恐れがありますので、部隊をね、早めに展開していきたいというふうに思います。報告します。反連邦組織の支援に成功しました。今回支援した反連邦組織が我々への合流を申し出ています。配属先をご検討ください。はい。サイド1の反連邦組織支援に成功。生き残った部隊へ指示を出すことが可能。なるほど。発言力も2万ですね。総帥、アナハイム社からさらなる協力の申し出がありました。我々の要請に応じるとのことです。要請コマンドに対応可能になりました。要請というのはモビルスーツとか、あとは軍艦、これをね、要請して受領することができるというコマンドです。サイド5に潜伏中の反連邦組織が連邦軍の弾圧部隊に狙われているとの情報を入手しました。はい。じゃあサイド4に続いてサイド5にも敵がやってきているということのようなので、これをまず撃退をね、しっかりやっていきましょう。で、サイド5はすでに我々の部隊でしっかり護衛をしている状態なので、これだな。敵の部隊とはこれのことだ。これをしっかり撃破しなきゃいけないということですね。で、ギラ動画が手に入ってる。ギラ動画でかいな。ギラ動画に、せっかくだったらね、レズンを載せましょう。では、また、情報を行っていきます。調査レベル A、敵解レベルが B になってるね。これ、さらに上がるのかな ?A までが限界ですね。だから、A でしっかりキープできるように気をつけましょう。で、要請します。モビルスーツ。ギラ動画が要請できる。ギラ動画が多分圧倒的に強いと思うので、耐久400、運動45、移動7。ちなみに、ドライセンなんかが耐久350ですね。まあ、ドライセンかギラ動画かと言われたら、まあ、ギラ動画かな。ギラ動画をちょっと数要請していきましょう。あと、艦船はティベカムサイか。ここは、ギラ動画を大量要請していきましょう。では部隊また展開していきます。ギラ動画がね、暗礁宙域から出撃できるようになってますので、これを出撃させていきましょう。で、サイド5のね、救援戦もしっかりやっていきましょうかね。敵を早めに迎え撃ちたいものの、どうだろう。どこまで進撃できるかだな。できるだけサイド5から離れたところで敵を迎え撃ちたいので、前進をしてしまいましょうか。いや、待て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 。ここにいるオートで戦ってくれる反連邦組織の部隊を味方に引き入れて、うまく戦いたいので、この近くで戦う方がいいかもしれないな。状況を見て決めます。ではサイド4の防衛を行うための部隊もね、集結させました。これで時間を進めていきます。報告します。パイロット候補生の中に優れた資質を持つ者を発見しました。本人の希望もあり、この者には強化を施す予定ですが、さらに調整を行うことで疑似的に経験を積ませることも可能です。人道的な面で問題のある手術ですが、調整を施しますか？はい。これ事実上の強化人間ということだと思うんですけども、手術行いましょう。了解しました。調整を行います。報告をお待ちください。戦力が乏しい我々の陣営なんでね、ここは使えるものは使う。調査レベル S になりましたね。S であれば、このまま置いておきましょう。で、モビルスーツはギラ動画をさらに要請します。では、反連邦組織のね、支援を行っていきます。ここで戦うのは得策じゃないよな。やっぱり、ちょっと下がりましょうか。では、ギラ動画の部隊もね、しっかり使って、このサイド方に攻め込んでくる部隊を迎え撃っていきましょう。ギラ動画発進していきます。さらにシャアのリック・ディアスも、リック・ディアスから乗り換えてギラ動画に乗せちゃってもいいかなっていう気がちょっとしますけどね。ではまずサイド方の決戦ですね。これを行っていきましょう。リック・ディアスを前に出して一気に敵を叩いていきます。私は信じる道を進んでいるのだ。貴様らに邪魔はさせん。クラップ級との戦闘ですね。クラップ級をここで一石落とせるかどうかというところですが、格闘が入れば落とせるかな。ビッグリアスの格闘が入ってクラップ級一隻撃沈。これで敵の戦力をね、また少し削れたと思います。私は人類の業を背負っているのだ。負けるわけにはいかない。ここもクワトロのリック・ディアスとギラ動画が敵と相対する場面ですね。これ J1 かな、ジム3かな。ちょっと色がついてないと見分けが難しいですが、ジム3ですかね。残ってくるね。ジム3でしたね。こちらもギラ動画にアップグレードされているので、ジム3にそう簡単にはやられない。ここもギラ動画とジム3の戦いですね。貴重なギラ動画なんで、撃墜されないようにうまく立ち振る舞ってもらいたい。痛み分けですね。母艦は十分にあるので、傷ついたら母艦でしっかり修復します。アナハイム社から我々とより一層の協力関係を築きたいとの提案がありました。アナハイム社の協力により新兵器の研究と開発が行えるようになりましたということですね。パイロットギュネーガスの強化に成功しました。すぐにでも前線への投入が可能です。配属先をご検討ください。これでギュネイを乗せられるという状態だな。まずは開発、これを行っておきましょうか。金はたんまり使うでいいのかな。新兵器開発では指揮官用のギラ動画、これはレズン用のギラ動画ってことですね。他は特にないか。ここは指揮官用ギラ動画、お金使うのはやめとこう。基礎研究、モビルスーツ研究、モビルアーマー研究、この辺りにちょっとお金を使っておきましょう。超レベルは S のままですね。ではこれでお金、発言力を貯めた状態のまま各サイドの防衛戦行っていきます。とりあえずバーワークゼダンの門ですね。ここを制圧しておきたいかな。うお、ここからまた敵が来てんな。どこに向かってんだろう。ここは要注意しておいた方がいいな。この暗礁宙域が危ないかもしれない。ここに部隊を残しておきましょう。さらにシャアのクワトロ機も戻したいよな。こういう状況になるとね。とりあえず目の前にいる敵を早々に撃破していきましょう。で、急いで戻す。ではサイド5の方も戦闘が本格化しそうですね。部隊発進させていきましょう。ここの方がちょっとしんどそうかな。どちらかというと。敵はジェガンが出てきてますね。ジム3よりも新しい機体、ロンドベル隊にも配属されていた機体ですけどね、ジェガンの前にガザが一気撃墜されてます。こっからちょっと我々もね劣勢になってくると思うので、このレズーンとシャアがいるこの中域を制圧すぐ完了させて戻しましょう。レズーンとシャアをそうすれば十分に制圧できると思います。ジベが撃沈されましたね。いや、こっちの方が厳しいな。なんとかここをこらえて、シャアなりレズンなりの救援を待ちましょう。開発部より強化人間専用機の開発プランが提案されました。これヤクト動画だな。詳細は開発部にてご確認ください。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。このヤクト動画はすぐにでも開発したいですよね。ニュータイプ専用新型モビルスーツ、おそらくヤクト動画だと思います。これはじゃあ早速開発で新兵器開発、ヤクト動画、さらに金も突っ込んじゃいましょう。ただちょっとお金がなくなってきてるのが心もとない心配な点ですかね。諜報部より報告します。地球連邦軍が外郭部隊を新設しました。ロンドベル隊が作られましたね。この部隊はロンドベル隊と称され、反連邦活動の取り締まりを主な目的としています。ロンドベル隊は、アムロ・ブライトがいた部隊ですね。89ジェガンをはじめとした最新鋭モビルスーツで構成された強力な部隊です。すでに我々の支援した反連邦組織の調査に乗り出しているとの情報もあります。またアムロ・レイがパイロットとしてロンドベルに参加した模様です。彼らとやり合う前に急ぎ軍備を整えておかねばならんな。はい、ではちょっとお金不足してますので、既存の戦力でなんとか決着をつけなきゃいけないですね。まずは急いで戻します。暗礁中域の方には戻れそうですね。エルメスも戻して、一旦ここまで戻ってこれればここのね、防衛はできると思うんですけど、問題はサイド5ですかね。あそこがちょっと心配な状況になってます。ギラ動画1機残して制圧に使いましょう。残りは戻します。で、心配なここサイド5、ここをどう防衛するかだな。戦力が足りなすぎる。確実に削っていけるところから削っていきますか。で、無理はしないで回復させたい人は回復させましょう。チベとかは撃沈されるのもやむなしというのは覚悟をしておいた方がいいかもしれませんね。シャアとエルメスとレズンが戻ってくれば防衛はできると思うんで、ここの防衛をどうするかっていうのをね、しっかり頭に入れておきましょう。サイド4の方は連邦軍のね、弾圧部隊、これの撃退に成功したので、続いてサイド5ですね。かなり苦戦しているサイド5、それと敵の大部隊が向かってきている暗礁中域、ここでしっかり切り抜けていきたいと思います。チベが撃沈される。貴重なチベ、戦艦戦力がこうやって失われていくんだな。ここもガルス J2 機が撃墜されてますね。シャアが一刻も早く中域に進めるように頑張りましょう。サイド4は先ほどお話した通り、しっかり防衛にね、成功してます。では情報レベルが下がりましたので、情報レベルをもう一回上げておきます。で、要請で。いや、研究だな。基礎研究。思い切ってお金を使っていくしかないところだな。で、サイド4からは撤退。部隊を急いで、サイド5、あるいは、このね、暗礁地域の防衛に使っていきましょう。では、リクリアス出します。ここもどうなんでしょうね、本当に。何が正解かはちょっとわからないですけど、リクリアスをこのまま使うのがいいのか、ギラ動画に乗り換えた方がいいのか、ちょっと本当にまだわからない。いいですね。エルメスのララ、どこまで前に出すかだな。行っても心配だからな。では暗礁中域の防衛戦ですね、開始していきます。まあ、ララーとこのシャアがいるので、もうここは十分に防衛できると思うので、防衛しながらサイド5の方に急いで向かいましょう。ここよ。きついのがここなんだよね。諜報部より報告します。反連邦組織の9号が進み、十分な数の諜報員確保に成功しました。以降はより積極的な諜報活動が可能です。はい、破壊工作が可能になりましたね。開発部より新素材サイコフレーム実現のめどが立ったとの報告が届いています。そしてさらにサイコフレーム量産に成功すれば、驚異的な性能を有するモビルスーツの開発が可能となります。サイコフレームの開発、すぐにでもサイコフレーム研究しましょう。開発部より新兵器の開発が終了した。これヤクト動画が戦線に投入できるな。ヤクト動画をギュネイを載せていきます。開発部より新兵器、さらに新兵器の開発プラン、なんだろう、アルタージールか。ギュネイ専用機ですね。では、また開発費使っていきましょう。新兵器は、ギュネイの専用機。これ、作りましょう。情報は S になりましたね。ではでは、心配だ。今一番頭を悩ませている。このサイド2、そしてこのサイド5の防衛戦ですね。ここをやっていきましょう。ではサイド5の救援ですけども、暗礁地域に展開していた部隊が間に合いそうですね。続いて心配なのがこのサイド2ですね。サイド2にはリクリアス2機しか救援遅れていないので、ここも急いで部隊を派遣しなきゃいけない状況です。ガルス・ジェがやられるか。ギラドーガとジェガンの戦いですね。まあ、これは同時期に作られたモビルスーツではあるものの、まあ、ジェガンの方に一日の長がありそうな感じかな。ジム3からアップグレードされてますからね、敵もね、このジェガンになってから。ジェガンとジム3を1機ずつ撃破していきます。暗礁中域には常に部隊を駐屯させておく必要がありそうですね。敵はアクシズから大量に部隊を送ってくる傾向にあるので、これをしっかり乗り切るには、ある程度の部隊を駐屯させて、常に防衛体制を取っておく必要があるかなと思います。エルメスもだいぶ削られたな。グバジンも危ない。やれだ。まあ、ここはね、まあ、うまくダメージコントロールしながら進めていければいいかなと思います。新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告を。さあ、新兵器ギュネイ専用機。このギュネイ専用機をじゃあいよいよ戦線に投入していきましょう。ではギュネイのヤクト動画出撃させます。で、さらにもう一機のね、ヤクト動画も出しちゃいましょう。これでなんとか間に合ってくれればいいかな。ここね、すごい連邦軍の数があるんですよね。ここから多分定期的にこの暗礁宙域に敵がやってくると思うので、暗礁宙域はやっぱりある程度の部隊をね、常に駐留させておきたいかなと思います。はい、次の開発プランですね。研究をお金使った甲斐がありましたね。アルパージール。さらに、新型量産モビルスーツの開発ですね。これは、お金ないけど、新兵器開発、モビルアーマーは進めましょう。もう本当にお金がない。本当にお金がなくなってしまってるんで。一方、ヤクト動画、グメイガス機出せますので、これを出して、一気にね、戦線を盛り返していきましょう。さあ、ギュネイのヤクト動画のデビュー戦です。まあ、パイロットの乗っていないヤクト動画も一機つけてます。で、格闘2機なので2機撃破までかな。あ、防御されるか。ただ、ここで仕留められる。このヤクト動画はニュータイプ誰か乗せたいですよね。さあ、形勢は逆転できそうですね。ギュネイのヤクト動画が間に合ったのが大きかったですね。問題はソロモン、まあ、今でいう金平島から出てくる敵の部隊をここでどうしのぐかというのがね、一つ大きな課題になりそうですね。特にジェガンを送り込んできてるしね、敵はね。まあ、数は減っているものの、まあ、サイド5、サイド2に関しては防衛ができそうなので、この先の課題はやっぱり金平島から出てくる敵の部隊のね、防衛ですね。サイド2の反連邦組織支援に成功しました。なお、今回支援した反連邦組織の将兵がこれでサイド2も防衛完了。次はサイド5だな。お金が5万に増えてる。地球連邦政府がチベットのラザ地区へ本部移設を検討しているようです。高地へ身を置けば宇宙を支配できるとでも思っているのか。愚かな連中だ。では情報をまた行っておきます。要請モビルスーツギラ動画を要請しましょう。で、前回お金がなくてできなかった。ごめんなさい。新兵器の開発ですね。ギラズール。これも研究開発します。貴様には金がかかっている。ギュネイとナナイの会話ですね、ここは。了解しました。作戦士官殿。で、ここでヤクト動画を一度載せちゃって、ここで乗り換えましょう。シャアがヤクト動画に乗る形。おっと、間違えた。シャアをヤクト動画に載せたかったんですが、両方とも載せちゃいましたね。まあまあいいでしょう。ではシャアがギラ動画、ヤクト動画に乗りましたので、これで出撃させていきます。だいぶ使える機体になってくれたんじゃないかな。残ってる敵を一掃していきましょう。容赦なく蹴散らすというイメージですね。で、ちょっと心配になってきているのが、今度は暗礁宙域なんですね。ここが危ないので、ここの防衛線に部隊をこう振り向けていきましょう。ギュネイのヤクト動画です。敵はジム3。ここはさすが強化人間のヤクト動画なんで、ビット攻撃もしてるし、この後の格闘も入るので、ジム3であれば4機ですね、まとめて撃破できました。これでサイド5のね、支援も完了したと思います。このギュネイガスの警告を無視したから、ちょっとヒヤヒヤしたサイド5の防衛戦でしたね。この後は暗礁宙域に迫ってきている敵の部隊を迎撃していきましょう。ここにはシャアを戻してもいいし、ギラ動画を増援してもいいしということでね、数で戦っていきたいと思います。ジェガンでもやっぱり強いね。こうやって見るとね、ギラ動画であると数が揃っていてもみるみるうちに削られてしまうなっていう感じがするので、やっぱエース機はね、少なからず入れておいた方が良さそうですね。サイド5の反連邦組織支援に成功しました。なお、今回支援した反連邦組織はこれでサイド5の部隊も我々に合流。配属先をご検討ください。一連のサイド4、サイド5、サイド2、これのね、救援が完了しましたね。で、ロンドベル隊がサイド3、つまりジオンですね。ここをしっかり救援してあげなきゃいけないんだな。まずはお金を使っていきましょう。モビルスーツもそうだし、開発もそうだし、新駅開発しておきましょう。エースのカスタム機、レズンシュナイダー機ですね。これを行っていきましょうか。あとは基礎研究にお金を使っていきます。ではサイド3の防衛戦の方に部隊を向かせましょう。これか。確かに数が多いな。まずはララーを先行させることができますよね。となるとモビルスーツの数が足りなくなると思うので、モビルスーツギラ動画、これを要請しておきます。で我々はというと、そうだな、まずは絶対に向かわせたいのがギュネイ、あとはシャードヤクト動画、これは向かわせましょう。急いで向かわせましょう。しかもね、急いで間に合うかな、ちょっと微妙だけど急いで向かわせて、その間になんとか、ここでいうところのエルメスのララーが踏ん張ってくれることを願いましょうか。進軍ルートはね、確保できてるので、動き出したら早いとは思うので、動き出し早くしていきましょう。では今回は各サイドのね、救援ができましたので、ここまでにさせていただいてですね、次回サイド3でロンドベル隊を迎え撃ちましょう。